高橋さん行きましょう。高橋千君。ですね、展示のタイトルがですね、何だったかな。ちょっと今英語しかないな。英語しかないけど、You also have the backbone。だから、あなたも背骨を持っている。っていう作品。失礼、展示です。さあ、行きましょう。で、これは、金沢の芸宿で、展示されていたものですね。これ2枚のディスプレイで、こう、後ろに、なんていうの、フランスパン入れるんですね。ピュッと。これでまた抜、ピュッ、ピュッって抜いて、ただ、終わり。あえてやっぱすごいよな。これ動画いきますかね。動画いけるんだったらちょっと動画もネットワークの関係上いけるでしょうか。いけそうですね。まあこれだけですから、マジで。これだけなんですよ。すごいでしょ。ねえ、まあこういう作品なんですね。これね、人参、腐ったっていうか、腐ってないんだけど、まあ、腐ってるのかな。人参ってカスカスになるじゃないですか。干し人参か。で、の状況ね。それを彫刻にしてるのね。で、これはね、まあ、なかなか面白いんです。彼ね、高橋仙君って、芸大、まだ、いるのかな？まだいるのかな？ちょっとわかんないけど、彫刻家なんですけどね。で、お父さんが金属系の彫刻の修復家なんですよ。だから彼自身もすごいその手伝いをしていて、ものすごく技術があるんですね。なので、その技術を使ってですね、なんか変な使い方してて、人参をこうなんか彫刻にして、これ腐らないらしいんだよね。これもわけわかんないけど、めちゃくちゃかっこいい作品です。めっちゃかっこいいです、これ。これ展開していくだけでも相当面白いけどね。まあこれだけの個展とかもね、またやってほしいけど。まあでも彼すごい戦略的なあれだから、まああるんだろうけど。等しさ一つ取りこぼさないようにっていう、日本語のタイトルで、You also have the backbone なんですけど、まあ、こう、彼はこう、いつもね、こういう付け方するのね、タイトル。英語と日本語全然違うのつけたりとかするんですけど。で、これはまあ、こういうのも凝ってますよね。これね、ただ単にあれなんですよ。これは、ヘッドホンね。ヘッドホン置きですよ、これ。ヘッドホン置きをこうやって作ってるのね。かっこいいけどね。めちゃくちゃかっこいいんだけど、こういうのにすごいこだわるのよね。この線とかもこだわったんだろうと思うんだけど。で、これはまあちょっと、血みたいに見えますけど、血なんですよね。これね、これでいいか。これね、なんて書いてあるんだったっけな。私か。私って書いてある、ハンコね。ハンコに、なんかね、圧力かけるんですよ、圧力。圧力ね、ぐーってかけていくんですよ。で、そっからですね、ビューってこれで出てくるんですよ、これ。血が。彼の本当のね、血が出てくるの、こうやって。で、それをティッシュで拭くのね。私を。っていう作品ですね。だ、これが、なんていうの？これは陰性の方ですか？グッドナイトペシミス。グッドナイトペシミストってすごいね。まあ、こういう作品ですね。高橋仙君。ね。なかなか強烈な作家ですよね。あれ、彼はね、強烈な作家なんですよ。何やってるかよくわかんないでしょ。僕もね、彼っていや、でもね、相当意識的な作家だとは思うんだけど、何やってるかはあんまりよくわかんない作家で。でね、ちょっとだけね、他の作品紹介しますね。僕が牛窓っていうところでやった展示ね。で、これね、
これね、相当広いスペースなんですよ。外にある倉庫なんだけど、工場が使ってる倉庫みたいな感じで、ね、木材の。で、大体高さあれどれぐらいあるのかな？ 10 メーターはないだろうけど、8、7、8メーターある。高さ8、7、8メーター。で、おそらくね、15メーターのスクエアぐらいの、15メーターのスクエアぐらいの、ものすごい広いんですよ。で、それをまあ暗転させて、かなり暗くなってますけどね。真っ暗ではないですけどね、かなり暗いです。で、そこにですね、まあ、スクリーンを置いてですね、スクリーンっていうか、まあ、透けるようなスクリーンなんだけど、で、そのこの上にですね、今、これありますね。これ高橋千くんなんですね。これ自分なんですよ。で、まあ、初めはこう、あれなんですけどね、三角座りしてるんですけどね。こうやって、で、裸の高橋千くん立つんですよ。ね、立つんですよ。これ何するかなと思うじゃないですか。ほら。いきなり飛び降りるんですよ。これで見れるかな。今飛び降りたの分かりました？ 分かんないかな。何メートルね、3メートルぐらいのところからね、高橋千がね、こうね、いきなり裸で立ってね、で、こうやってね、手を広げて、そのままボーンと落ちる。ただ、それだけの作品なんだけど、でもね、もうめっちゃ怖いんですよ。うわ、落ちると思うんですよ。で、本当に落ちるの。まあ、ちなみに本当に落ちて撮影してるんですけどね。で、これがね、修了制作、卒生かな？なんだけど、これはもう、お母さんと、君が代かな？君が代だったかな、を歌う作品ですね。これもね、これちょっと映像が分かんねえな。これちょっと映像が分かりにくいな。どれか分かりやすいのあるのかな。ないか。これでいいか。まあこれはね、なんていうかな、重いものを持ち上げるときに、こう、すごい太い鎖でできた、このガシャ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 って、こうやって、でかい滑車でこう、持ち上げるっていう機構があるんですけど、その機構を使ってですね、こう、自分で引っ張ってですね、自分をこうですね、持ち上げていくっていう、ギュッギュッギュッと持ち上げていくんですよ。自殺 みたいな感じなんだけど、まあ、ここですよ。ここですけど、めっちゃ苦しいらしいんですけどね。と、ギューッと上げていくっていうだけなんですよ。これもすごい作品ですよ。ね。でね、彼はね、やっぱりね、その面白いのはね、やっぱね、彼彫刻っていうことを考えてるってことですよ。面白いのはね。ですよね。で、やっぱね、全部彫刻作品なんですよね。それすごくよくわかる。で、やっぱね、今ね、彫刻の問題の方がね、ちょっとね、いいんですよね。彫刻家、いいんですよ、すごく。このね、なぜ、まあ、平面が弱くなったっていうのある、平面弱くなっちゃったってのあるんですよね。なんだけどね、彫刻やっぱ強いのよね。彫刻ができる奴らは。だからね、iPhone とかね、ディスプレイ、インターネットの問題とかに対して、彫刻家ってちょっとね、違うアプローチができるんですよね。彼らの感性って、そういうものとはちょっと違うところにあるから、見え方が多分違うんだと思うんですよ。物の触り方が違うんだよな、やっぱり。やっぱそこのね、感触っていうものが、つまりね、現代に対するね、触覚性っていうかな、現代を触る力っていうのがね、彫刻はね、全く違いますね。だから今彫刻家いいですよ、すごく。今すごく彫刻家いいと思う。だからこれから彫刻からたくさん面白いやつが出てくるんじゃないかなとは思ってるんですけどね。と思いますね。だと思います。だから もし大学受験とか知ってる人が聞いてたら、彫刻家おすすめですよ。
油絵かよりは簡単なんじゃないですか。まあ確かにね、ちょっとね、マッチョな文化のあるところで、なかなか厳しいかもしれないんだけど、それはいい先輩いますから、たくさん。まあ、どうしても油っていうんじゃなくて、彫刻っていう選択もあると思いますね。でね、なんていうか知らないけど、彫刻家の人たちってね、結構ね、PC っていうかね、テクノロジーに強いんだよね、意外と。油絵の家の方がね、テクノロジーに弱いんだよね。これ不思議なんだけど、俺のイメージよ。俺の勝手なイメージですけど、なんかそんな感じはしてます。ごめんなさい。ごめんなさいね。これ勝手なイメージよ。でも先端とかは違うよ。先端とかそのデザイン家とかはもちろん強いですけどね。まあそんなイメージがあるんだけど、でもとにかくね、高橋さんはね、僕はね、ちょっとね、もうスーパー一押し、スーパー推しです。スーパー推し。まだね、彼についても語れないけど、ごめん。高橋千君はですね、まだ語れないけど、なんかすごいものを作ってるっていうことだけはわかる。こいつは。だから作品もっとね、東京で見る機会、でも東京で見る機会あるかもしれないとかなんか言ってたような気がするんですけど。で、彼は、なんていうかな、まだね、学生かもしれないし、それぐらいの作家だから、そんなにその、作品をポン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 見せるっていう活動はまだしないと思うんだけど、まあここ5年ぐらいのうちに主要作品できると思う。まあでもね、主要作品もあるけどね、主要作品でまたできてくると思うんですよ。新しいの作るような気がする、彼は。だからそこすごくね、ぜひ注目してあげてください。ただ彼ネットとかやんないから、ネットとかやんないっていうか SNS やんないから、ね、情報共有ちょっと難しいかもしれない、情報を得るの難しいかもしれないんですけど、ぜひ見てください。見る機会があればという感じですね。はい、ということで、じゃあ最後になりますかね。はい、なんか高橋誠についてはちょっとね、なんか私の愛を語るみたいな感じになりましたね。可愛いんですよね、高橋誠は。やっぱりね、生きるとか死ぬっていうことについてね、考えなきゃいけないですよ、アートっていうものは。